長かった冬もそろそろ終わりが近づいてきました。暖かい季節が待ち遠しいですね。さて今回のラインナップはこちら。まずはいなべ市にも届いた話題です。1月19日金曜日、メジャーリーグで活躍する大谷翔平選手から寄付されたグローブが児童にお披露目されました。前日にいなべ市内の小学校へ届けられた右利き用2つと左利き用1つ、合わせて3つのジュニア用グローブ。大谷選手のサインがプリントされているほか、写真と野球しようぜと書かれたメッセージカードが添えられています。藤原小学校では6年生の希望者がグローブの使い方などのルールを決める実行委員会グローブを結成。1年生から5年生までの各教室を回り、事前にメンバーが調べた大谷選手の情報を伝えたり、このグローブが私たちの次の世代に夢を与え、勇気づけるためのシンボルになることを望みますと書かれた大谷選手からの手紙を読み上げました。そして順番に児童一人一人に回され、どの子たちも憧れの選手からのプレゼントに目を輝かせていました。今回届いたこの贈り物をどう活用していくかは各小学校で決めているそうで、藤原小学校では1週間ごとに各クラスを順番に回して体育の授業などで使うということです。大谷選手のグローブが届いてめっちゃ嬉しかった。大谷選手からグローブをもらったらなんかちょっと嬉しい。そして大谷選手になった気持ちがした。島田美希校長はルール決めなどに取り組んだ6年生の姿を見て、児童たちには自分たちの学校を作る主体者になるとともに、大谷選手のように夢に向けて歩みを進める志のある人間に育ってもらいたいですと話していました。続いて多くの気づきがあった話題、2本続けてお送りします。1月19日金曜日、藤原小学校の4年生を対象に認知症キッズサポーター養成講座が開かれました。いなべ市では認知症の人やその家族が地域で安心して暮らすことができるまちづくりを目指し、これらの養成講座を開催しています。講師を務めたのは、いなべ市福祉部長寿福祉課の三浦博美さん。認知症は様々な原因で脳細胞の働きが悪くなり、今までの生活でできていたことができなくなって、誰かの支えが必要となった状態を言い、2025年には65歳以上の高齢者の5人に1人が認知症になると予測されています。三浦さんは、脳の構造や記憶の仕組みなどを通して症状について説明したほか、声のかけ方などを伝えました。また物事を忘れてしまったり、考えるスピードが遅れるといった脳の細胞に関係する部分は治らないということですが、悲しんだり不安に感じたりする心の働きはそのままで、周りの見守りや優しい声かけがあることで症状の進行を遅らせたり良くなったりすることができるということです。ここはどこ？かなり進んでくると、自分の家にいても自分の家じゃないな。三浦さんは、焦らせない、急がせない、後ろから声をかけない、選ぶらない、驚かせないの認知症の人に声をかける時のあいうえおを伝え、普段から思いやりの気持ちを持って温かい目で見守ってほしいと呼びかけていました。そして全員に認知症サポーターの証でもあるオレンジリングが配られました。児童たちは、認知症という言葉は聞いたことがあったけど詳しく知ることができてよかった、困っている人がいたら優しく接したいですと話していました。1月20日土曜日、いなべコミュニティプラザでいなべ市民大学講座が開かれました。これはいなべ市芸術文化協会主催の令和5年度生涯学習事業で、今回のテーマは歴史から何を学ぶべきか。
講師は NHK の大河ドラマ秀吉や女城主直虎など数多くの時代考証を務め、歴史番組にも出演している静岡大学名誉教授で文学博士の小和田哲男さんです。脚本ができてきた時点で俳優のセリフなどを確認し、史実と異なる不自然な状況があれば手直しを要求します。焼けた痕跡が発見されてませんということで、2011年の豪姫たちの戦国の際には、臨場感を出すために小谷城を燃やしたいという演出家と、残された文献から火をかけた記述がなく、発掘などの調査の結果も焼けた痕跡が見つかっていないので、城を燃やすことに反対する小和田さんとの間で大きな駆け引きがあったと説明がありました。また戦乱の世から時代を大きく変えた戦国三英傑から学ぶべき点の話もありました。道を広げます。織田信長は敵の侵入を防ぐために当時狭かった道を商人の行き来の重要度を見極めて大きく広げ、流通を発展させる常識破りの行動を取ったことを紹介。また豊臣秀吉は三木城の戦いの際、兵糧攻めをしたものの、海上に1年10ヶ月もかかった過去の失敗を反省し、鳥取城では先に農民らから米を高く買い上げるなどして備蓄米をなくし、3ヶ月で落としたことなど、失敗を後に引きずらないことは学ぶべきところと伝えられました。そして徳川家康は滅ぼした武将の本来憎いはずの家臣を優秀な人材として取り込むなどの懐の深さが成功の秘訣と、歴史上の人物の功績を通して現代にも通じる生き方の鍵が話されました。小和田さんは今後は文献や歴史学だけではなく、考古学的な研究成果も合わせて新しい歴史研究に進むべきです。それらを結合すれば新たな発見につながり、学べることも増えていきますと会場の皆さんに伝えていました。ここからはいなべの自然見っけ隊のコーナーです。今回は藤原岳自然科学館の裏側、植物標本から見るいなべ市の自然を紹介します。ここの部分は普段皆さんが見られている部分だと思うんですけれども、展示する前には外へ出て岩石とか植物とか動物とかを探して標本作ったりだとかをして、ここでようやく展示することになります。ここはですね、植物標本を保管しているところです。自分は植物が担当なので、植物標本をいっぱい、いろんなところに行って集めてるんですけれども、ここには1300種類以上の植物で3000点以上の植物標本が保管されています。で、この日光標本木っていうものは三重県で初めて確認された植物になります。で、その日光標本木がですね、三重自然史っていうものに出てきます。新たに三重県内で発見された県新産の植物日光標本木がここに掲載されているんですけれども、その標本はここ藤原岳自然科学館にありますということで、でこっちがですね、去年発行した藤原岳自然科学館の官報藤原岳に、これは自分が書いたものなんですけど、いなべ市に分布するハマウツボ科の外来植物っていうことで掲載しました。で、このヒサウチソウとヤセウツボっていうものはいなべ市では確認されていなかったので、いなべ市で初めて見つかりましたよということでここに載っけています。標本から見るいなべの自然ということでいろいろ紹介したんですけれども、一部分でしかないのでまだまだあります。第2部に続きますので次回もお楽しみに。そろそろ花粉が気になるという方もいらっしゃるようですね。早めに対策していきましょう。それでは失礼いたします。